おはようございます。おはようございます。ハレリア、ハレリア、はい、モーカさん、タイさん、おはようございます。マリちゃん、おはようございます。タイさん、昨日はありがとうございました。タイさんはですね、キャッチャーと言いましてね、倒れる人の後ろにいて、バタンって倒れないように支える人のことをキャッチャーと言います。昨日タイさんにキャッチャーをしていただきました。ありがとうございました。トモさん、ルルさん、はい、おはようございます。ハレリア、昨日無事に終わりまして、あ、おいしさん、よろしく、おいしさん、よろしく、まあ、Facebook でですね、かかりますね、Facebook で集会見た方もいらっしゃると思うんですが、おはようございます。今日はですね、台風の後の、まあ、フェーン現象っていうんでしょうかね、台風の後は蒸して暑くなりますが、ちょうど今日はですね、なんか暑くなりそうですね。38度ぐらいになるという聞きましたけど、台風の台風一過は昨日かなフェーン現象で暑くなります。本当に、まあ、ここ久しぶりに来ましたけど、はい、あ、エルルさん、ペリスコープで見てました。そうですか、ペリスコープで見れたんですね。よかったよかった。ウルトラマンさん、おはようございます。アイポンさん、おはようございます。ペリスコープでもね、やってました。いきなりさん、アメン。皆さんね、昨日の最後ね、足の痛みが、10年間の足の痛み、バスケットやってて足が痛んだらしい、若い男性が10年間痛かったけど、痛みが取れたという証がありました。あと肩の、セミうるさくてごめんなさいね、肩の痛みが治ったという方もいます。花さん、おはようございます。ハレリア。あとどんな証があったかな。あとですね、腰が曲がってる方がね、腰の痛みが治ったっていう方がいましたね。腰の痛みが治ったっていう、まあ、糖質もあるらしいんですけど、糖質の方が治ったかどうかは分かんないけど、少なくとも腰痛の痛みはなくなったという方がいましたね。それからあとどんな人がいたかな。あ、目がね、目が盲目ではないんだけど、目がよく見えるようになったっていう方が一人いましたかね。集会はね、昨日で終わりです。ゆうさん、ハレリア。昨日で集会終わりですね。私はまあ一応ですね、総務として一応終わってほっとしたところですね。ほっとして、まあでも大成功だと思いますね。まあリアルで来る方は少なかったんですけども、一応内容的には大正解で、おとといのですね、終戦の日の祈りをしました、することができました。おとといから日本は変わったと。痩せましたか。痩せました、多分。おとといから日本は大きく変わると信じます。日本のですね、その新しい時代がおとといから来ると信じます。まあ、昨日からと言ったらいいでしょうか。私たちは賛美と礼拝で、賛美と礼拝で、その賛美と礼拝で、悪魔に勝ったと、勝利したと信じます。私たちの戦いは霊的な戦いで、信仰が勝利です。悪魔はですね、信仰を邪魔します。信仰を邪魔します。しかし、私たちは信仰、ね、信仰が燃える、燃える信仰が勝利です。燃える信仰が勝利です。
ですから皆さん、私たちは、信仰を燃やす必要があります、ね、信仰を燃やす必要があります。それが私たちの勝利です。皆さんも集会出て励まされた方もたくさんいると思います。評判は非常に良かったですね。評判が非常に良かった。ある方はですね、なんか爪の中に、あ、もうそれ話したかな、その証はもう言ったかもしれませんね。おはようございます。竹内さん、おはようございます。毎日暑いですね。そうですね、でもね、今日は特別、今日明日は特別かもしれませんね。また涼しく、すぐ涼しくなるんではないかと思います。私もいろいろですね、祝福を受けました。私も祝福を受けました。まあ、一つはですね、昨日の朝のメッセージでね、信仰はシンプルだと。信仰はシンプル。ただその方を信じるかどうか、信じるかどうか、それが大事だというのを私も本当に、こう悔い改めましたね。例えばですね、何かあると不安になったり恐れたりするじゃないですか。心配したりしますよね。まあ、それは不信仰の表れなんですよね。何かあった時ですね、そのトラブルがあった時に神様を疑いやすくなるわけです。で、その時にですね、疑わないで御言葉を信じてね、大丈夫、イエス様がいるから大丈夫ね、イエス様がいるから大丈夫。私たちはどんなことがあっても不信仰になっちゃいけないということですね。ローマ14だったかなの最後かなんかに、信仰に寄らなければ寄らないものはみんな罪だと、信仰に寄らないものはみんな罪だと書いてありますが、つまり私たちは日常的にイエス様を信じていると言いながら不安になったり恐れたり心配したりします。それは罪だということですね。アメン。皆さん、私悔い改めましたね。まあ私集会の会計やってまして、お金がなかったらどうしようね、お金が賄えなかったらどうしようっていろいろ心配しますけど、私は悔い改めましたね。イエス様を信じるというのはね、心配しないということです。全てを信じることですね。お金のこともイエス様が助けてくれる、満たしてくれる。私は今まで散々そういうふうに体験したにもかかわらず、まだ、不安になったり恐れたりするということを発見して、ああイエス様ごめんなさい、私はあなたにいつも恵みを受けてたにもかかわらず、実際不安になったり恐れたりしてたことをイエス様ごめんなさい。私は、あ、タイさん、ローマの手紙14-23ですね。しかし疑いを感じる人が食べるなら罪に定められます。なぜならそれが信仰から出ていないからです。信仰から出ていないことは皆罪です。信仰から出ていないことは皆罪です。アメン。ごまちゃん、おはようございます。つまりですね、私たちは信仰で、義人は信仰によって生きる、義人は信仰によって生きるとありますけど、それは、不安に、まあ不安にならない、恐れない、心配しないね、動揺しない、状況ではないんだ。その私たちの状況でね、アップダウンしてはいけない。いつも喜び、いつも感謝し、いつも、そのいつも主に向かって生きる、主を賛美する、それが信仰だということを悔い改めました。ですから皆さんもぜひぜひ、今皆さんに何か問題があっても、心配してはいけません。問題があっても悩んではいけませんね。信じるんです。イエス様を信じるということはそういうことだということです。信仰というのは、ね、
恐れないこと、信仰というのは心配しないこと、信仰というのはですね、なんて言うんでしょうかね、ですね、子供ってあまり心配しないじゃないですか、ね、子供をね、素直に喜んだりしますよね。で、大人はね、あれはどうしよう、これはどうしようといろいろ心配事が多いです。だから大人はね、いろいろ素直に喜べない、素直に喜べないとこはあるじゃないですか。しかし子供ってあまり心配しないから素直に喜べますよね。イエス様もおっしゃいました。子供のようにならなければ天国に行けない。わーお皆さん、子供のようにならなければ天国に行けないってイエス様もおっしゃってるんですよ。皆さん、天国行くためには子供のように素直にね、何も心配しないで、恐れないでね、ただ信じる、喜ぶ、信じる、もう心配したり悩んだりしない、それがですね、子供のような信仰。そうでなければ天国行けないって書いてあるんですからね、皆さん、信仰があってもですね、子供のような信仰、子供のような素直な信仰ね、いつも喜ぶような子供のような信仰、そうでなければ天国行けないんですよ。桃花さん、毎日毎日不安になり悩んでました。悔い改めます。アメン、アメン。私もそうです。私もですね、まあ放送しながらある時はですね、恐れたり不安になったりします。でも悔い改めました。もう、心配しない、恐れないね、心配しない、恐れない、そして悩まない、そう決心しましょう。皆さん、どんなことがあってもネガティブにならない、どんなことがあっても恐れない、どんなことがあってもね、喜ぶ、どんなことがあっても感謝する、それがですね、信仰です。ゆうさん、私もです、台風や災害が怖い。ゆうさん、心配しなくていいです、ね、心配しなくていいです、私たちは、守られるし、ね、私たちは守られますし、もし死んでも天国行きますからね。ゆうさん、死んでも天国に行きますから恐れないでくださいね、天国に行かないことを恐れてください。天国行かないことを恐れて、台風や災害は恐れるのをやめましょう。桃花さん、決心します、決心します、素晴らしい、皆さん一緒に決心しましょうね。彦さん、キューちゃんは天国に行けないかもって思って不安じゃないの、それもですね、不安に思っちゃいけないんです。御言葉を信じるんです、ね、イエスキリストを信じる者は天国に行けるという御言葉を信じて、天国に行けるんだ、天国に行けるんだと子供のように素直に信じるんです、ね、もしかしたら天国行けなかったらどうしようなんて思っちゃいけないんです。それは信仰じゃないんですね。信仰というのは、私は今イエスキリストを信じて信仰で歩んでるから天国に行けるんだ、ね、イエス様の教えを学んで実行しようとしてるんだし、イエス様の教えを実践してるんだから天国に行けるんだ、それが信仰です。そしてそのように子供のように素直に喜び、素直に信じること、それが信仰で、それで天国行けるんですね。心配してはいけません、恐れてはいけません。御言葉に、御言葉を強く信じて、ある人が言いましたね、アイボリーコーストから来た牧師が言ってましたけどね、バイオレンスフェイス、バイオレンスプレイヤーっていう言葉を言ってました。まあ、日本語に訳すとですね、過激な信仰、過激な祈りということですが、過激な信仰、過激な祈り、そういうことでですね、
私たちはそのような、確信を持った、確信を持ってですね、造形海岸、そうですね、わらびさん、生きてるうちに幸せになりたいんですか。イエス様を信じて喜ぶならそれが幸せなんですね。天国に行けると信じることが幸せなんです。天国に行けると信じることが幸せなんです。そして何があっても、喜ぶんです。信じて喜ぶんです。それが幸せです。本当の幸せは、問題が解決することではありません。問題があってもイエス様はそれを益とするんだ。問題も神様は益としてくださる。神様が解決してくださると信じると、本当に解決していきます。キツネさん、婚前交渉したら人生終わりでしょうか。いえいえ、悔い改めてやめればいいのですね。それを続ければ天国行けないでしょう。雰囲気をして続けたら天国行けないですが、それをやめて悔い改めて清く正しく、信仰で歩むなら天国行けます。本当ですね。天国とね、不信仰とどっちが大事なんですか。不信仰は、一時的です。でも天国は永遠です。ヘブル書かな。モーセは、ね、この世の快楽よりも永遠の栄光を取ったと、栄光だったかな、永遠の栄光を取ったと書いてあります。ですから皆さんもこの世の一時的な快楽ではなく、この世の一時的な快楽ではなく永遠の栄光、永遠の命、それを選び取ってほしいのです。この世のものは過ぎます。この世のものは過ぎます。でも、天国は本当に永遠です。天国は永遠です。ぜひ皆さん、永遠の命を受け取りましょう。それではですね、皆さん、明石タイム行きましょう。ちょっと早いかな。集会を見た感想、またはイエス様を信じて、何かがあってもあんまり心配しなくなってきた証、あんまり恐れなくなってきた証、本当の幸せというのは快楽ではなく天国に行くことだ。天国に行くことが本当の幸せだということが分かった証。スタート。ひまりさん、人間の罪、人間の欲で争いがあるんですね。人間の欲で争いがあります。モーカさん、私はイエス様を信じているにもかかわらず、たまにこんな私が本当に天国に行けるのかなと疑ってました。それが不信仰だったのですね。悔い改めます。もう子供のように信じ切って天国に行ける、よかったとイエス様に感謝します。アメン、アメン。それが信仰です、疑いや、恐れではなく確信と喜び、それが信仰です。子供のような信仰、それが本当の信仰です。イエス様おっしゃいました、ね、恐れてはいけない、心配してはいけない、強くあれ、大きくあれ、私が共にいる。イエス様が一緒にいるならば何も心配いらないのです。イエス様が一緒にいるなら何も心配
いりません。イエス様が一緒にいるなら何も心配いりません。リュウさん、モーカさんも私と同じことを思ってらっしゃる、思っていらっしゃった。安心すると同時に私も悔い改めて、もっともっと信仰深くなります。アメン。私もそうです。私も同じ思いですね。私もですね、やっぱりネガティブになっちゃうことがありますね。まあ、いろんなことありますよね。まあ、健康、経済、人間関係、将来、いろいろね、こう、失敗しちゃうことがあるじゃないですか。でも私も決心します。決心します。どんな状況でも喜び。どんな状況でも信じる。イエス様を信じる。ね、もう、その方がいるのに、その方が一緒にいるのになぜ私たちは心配するのか。それは、不信仰ですよね。旧牧師もネガティブになったりするんですか？もちろんありますよ。もちろん、いろんなね、こと、出来事がありますからね。でも、決心しました。ね。もう、もちろんね、これからももちろん、完璧にはいかないでしょう。完璧にいかないとしても、決心します。決心して、もうネガティブにならない。心配しない。いつも喜ぶ。いつも信じる。いつも信じる。デビッド・テイラー氏に献金お願いされても恐れちゃいけないんですか？恐れてはいけません。ね。恐れてはいけません。私たちは信じるべきです。ね。信じるべきです。はい。タイさん。私みたいな罪深い者が、イエス様の臨在のもと、テラシに祈られ、みんなが癒され倒れていく。一人一人の体を支えていたら、癒された方のぬくもり、手に残って、この不思議と奇跡に、天国を感じました。ハレルヤ、タイさんその通りですよ。キャッチャーも祝福があります。キャッチャーしてるだけで、ね、油すぎを受けるんです。キャッチャーにも祝福が流れるんです。本当です。油吸いが流れます。タイさん、よかったですね。これもですね、イエス様の恵みです。あ、証があります。証があります。Facebookのですね、放送が中断したんですね。賛美のとこで中断しちゃったんですが、昨日ですね。そしたら、それは午前中のお昼ぐらいの集会ですけど、タイさんがそれを見ててね、ああ、これはリアルの集会に行けという印だと思って、来たんですよ、夜の集会にね。そして私がたまたまタイさんにですね、キャッチャーをお願いして、でタイさんはキャッチャーをしてくれたんですが、なんと、キャッチャーしながら、今、タイさんの証があるように、不思議と奇跡に天国を感じた。キャッチャーをしながら天国を感じた。素晴らしい証ですね。素晴らしい証です。神様はなぜセミを作ったの？これ、1週間か2週間前に放送しましたよ。セミを作った、なぜセミは、ね、セミを作ったのかという、ちょっとアーカイブ見てください。YouTube のアーカイブですね。昨日の朝の昼のメッセージでですね、シンプルに、ね、シンプルに考えましょう。ね。シンプルなんで、信仰はシンプルですとおっしゃってましたね。つまり、
イエス様を、ね、信じる。私たちの日々の試練、日々の出来事はイエス様を信じる訓練なんですね。いろいろ試練があります。いろいろトラブルがあります。それは信仰の訓練なんです。すべてのことが、皆さん、すべてのことは信仰の訓練なんです。信仰の訓練です。ですから私たちはその、信仰の訓練ができることを喜びましょう。ですから試練を喜ぶのです。試練を喜ぶのです、ね、いろんな試練、ちょっと辛いかもしれません。でも耐えられない試練を与えない。耐えられない試練を与えない。信じると、信じると解決することを皆さん、体験してください。心配したり恐れたりすると、問題は解決しません。あんま解決する時もあるかもしれませんが、解決しにくい。でもその時喜んで賛美した時に問題解決するんです。皆さん、その奇跡を皆さん体験してください。信じた時に問題が解決するという奇跡、賛美した時に、感謝した時に問題が消えていくという奇跡、皆さんそれを体験しましょう。そこに神様が働くのです。私たちの信仰に、私たちの信仰に神様が働くのです。とびっこさん、この伝道で全身が天国気分です。アーメン。素晴らしい。全身が天国気分、全身が天国気分、素晴らしいですね。決まりさん、信仰より日々の生活で手一杯なのです。そのですね、日々の生活を委ねるんですね。自分で解決しようとしないでください。決まりさんの日々の生活は、イエス様に委ねるのです。聖霊様に委ねるのです。そこが大事なポイントです。信仰というのは何ですか。信仰というのは自分の力で、日々の暮らしを送ることではなく、委ねるというのはもうお任せする。イエス様がやってくれる、聖霊様がやってくれると信じきるんですね。信じきる。もう自分で悩んでも、本当にですね、皆さん、不思議なことがあります。もう私はこの4日間の集会でですね、いろんな不思議を体験しました。本当にですね、私はいろんなトラブルがありましたけど、ね、もう本当にこう不思議にですね、トラブルがなくなっていくんですよね。本当に心配しなくても大丈夫だ。ある方がね、鍵、ロッカーの鍵をなくしました。そしてなんか鍵をなくすと6万円ぐらい弁償しなきゃいけないらしくて、その方は悩んでましたけど、みんなで祈ったらですね、最終日の時に、届け出があって見つかったんですね。ですからその方はまあ大喜びですね。もう諦めて6万円弁償しなければいけないと覚悟してたようですけど、神様は良い方です。あとどんなことがあったかな。そうですね、まあタイさんが来てくれたことも嬉しいことですね。まだたくさんあるんですね。たくさんありますけど、まあ、とにかく少しずつ明かししましょうかね。忘れちゃうかな。とにかく皆さん、神様は生きているんです。神様は働いているんですよ。皆さん、神様は本当に皆さんを愛していて、皆さんを助けようとしているんです。しかし信仰がないと神様は働けないんです。多くの人はですね、不信仰のゆえに神様が何もできないんです。でも喜んで、すべてのことを喜んで、すべてのことを委ねて神様に感謝するならば、本当に神様はいろいろしてくれるんですよ。いろんなことをしてくれるんです。もう私たちが悩まなくてもいいんです。悩んじゃいけないんです。悩むということは、ね、悩むということは神様に委ねてないということですね。もう委ね切って
ね、もうこれ左内輪、これ右内輪、ちょっと破けてます。右は、もう、左内輪。まあ、左内輪ってあまりいい例えじゃないね。もう全て委ねてですね、心配しなくていいんだ。心配しなくていいんだということですね。はい、狐さん、心配しなくても本当に大丈夫なの。はい、イエス・キリストにあって、イエス・キリストを信じれば大丈夫なんですね。信じることが大事です。心配するというのは、ね、信じてないということなんですね。信じるということはもう心配しないということです。心配と信仰が反対だからですね。心配と信仰が反対。多くの人は何か心配してます。それは、信仰をすればいいということですね。坂田さん、台風の被害が最小限で済んだのも神様のおかげだと感謝します。アメン、アメン。直人さん、お金じゃありません。お金じゃないんです。モークさん、イエス様にすべて委ねます。イエス様にすべて委ねます。信仰によってすべてが益となるんです。何か問題があってもね、皆さん聞いてください。問題があってもそれを神様は益とすることができるんです。トラブルをですね、むしろいいことに変えることができる。むしろすべてがですね、神の栄光になることは神様にはできるということです。神様は全知全能です。全知全能ということは何でもできるわけです。しかしそこには信仰が必要です。信じるときに奇跡が起きる。信じるときに神様が働いて、何か良いことが起きるんです。ですからイエス様の教えをしっかり守って、子供のように喜び恐れないで歩みましょう、ね、それでは招きをしましょう。今日の放送を聞いて、今日の放送を見て、ああ心配しなくていい人生なら、恐れなくていい人生ならイエス様を信じよう。イエス様を信じて、喜ぶ人生、悩まない人生を送りたいという人、アメンって言ってください。アメン。イエス様を信じて、これからは信仰で歩もう。もう心配しないぞ、恐れないぞ、悩まないぞ。これからはいつも喜び、いつも感謝し、もう誰か悪い人が何か言ってきても、喜びで返事をし、悪に対して善を行い、悪い人に対しても善を行い、決してそのネガティブな対応をしないで喜んで対応しようと思う方、アメン、アメン。キツネさん、キツネさんの力ではできないかもしれません。イエス様がしてくれるんですね。イエス様がしてくれるんです。天のお父様、感謝します。終戦の日に鳥なしの祈りをすることができました。一昨日から日本は変わったと信じます。一昨日から日本は新しい日本になったと信じます。偶像崇拝に勝利したと信じます。偶像崇拝に勝利したと信じます。偶像崇拝に勝利したと信じます。日本がこれから変わると信じます。これから日本が変わると信じます。どうぞイエス様、日本に働いてください。私たちの信仰によってあなたが働きます。私たちの信仰によってあなたが働き、日本が変わります。日本が変わります。私たちの信仰と祈りによって、日本が変わります。日本が変わります。日本を変えてください。日本を変えてください。どうぞ、アメンと言った方々が、信仰に燃えますように。信仰に燃えて、もう心配がなくなりますように。恐れがなくなりますように。喜ぶことができますように。喜ぶ人生、心配人生から喜び人生に変わりますように。喜び人生になりますように。
解除します。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン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 、はい、皆さん、これから素晴らしい人生が始まります。素晴らしい人生が始まります。神様が働くんですから、私たちが信じて喜ぶときに神様が働きますから、神様に期待しましょう。素晴らしいことが起きると信じましょう。素晴らしいことが起きると信じましょう。それでは皆さん、今晩ないんです、今晩ないですけど、明日の朝10時半明日の朝10時半礼拝がありますから、皆さんもう本当に一緒に礼拝しましょう。一緒に礼拝して一緒に喜び一緒に喜び勝利しましょう。ルルさん期待します、期待します。それでは明日お会いしましょう。シャロームシャロームシャローム。子供のように喜びましょう。子供のように喜ぶんです。子供のように喜ぶんです。シャローム。シャローム。